ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり霊夢だよ。今日のテーマは、もし本能を失ったマウスを猫と一緒にしたらどうなる？だ。え、本能を失ったマウス？そうそう。そもそも、本能を失ってないマウスは、猫と一緒にしたらどうなるの？マウスは全力で逃げるね。その本能を失ったら、マウスはどうなると思う？え、逃げずに戦う？それこそ、キュウソネコウカム的な。まあでも、マウスの本能をなくすとかできないから、考えるだけ無駄でしょ？それがね、そういう実験があるんだよ。え、どういうこと？実際に、ある本能をなくしたマウスが、東大の研究で生み出されているんだ。そんなことできるんだ。その本能ってどんな本能なの？本能にも色々とあると思うんだよね。食欲とか睡眠欲とか。それはね、猫に対する恐怖心だよ。え、猫に対する恐怖心をなくしたマウスを作ったの？そう、そしてその研究の中で、猫に対する恐怖心をなくしたマウスと、猫を一緒にしたら？という実験も行われてるんだ。何それ？そのマウスはどうなったの？それはこの後のお楽しみ。ってことで、それじゃあ早速、行ってみよう。早速、恐怖心を失ったマウスについて、解説していくね。よろしく。この実験は2007年に東京大学で行われた実験なんだ。結構前に行われた研究なんだね。そうそう。そもそも、なんでマウスの恐怖心をなくそうとしたの？いい質問だね。実はもともとこの研究は、マウスの恐怖心をなくそう、という目的で、行われたわけじゃなかったんだ。あ、そうなんだ。たまたまなの？この研究はマウスの、嗅覚に重要な、嗅上皮の役割を調べるために行った実験なんだ。嗅上皮？嗅上皮というのは、鼻の奥にある、匂いを最初に感知する場所なんだ。人の嗅上皮はこんな感じ。鼻の奥にある場所なんだね。そうそう。ちなみに、コロナウイルスに感染した時に、味がしない、匂いがしないのって、この嗅上皮の表皮が剥がれて薄くなるから、ってことが研究でわかってるよ。あ、風邪の時に匂いがしないのって、匂いが嗅上皮にたどり着けないからってこと？そうそう。嗅上皮は匂いを感知するのに重要な場所なんだ。それがなんで猫を怖がらないマウスと関係があるの？今度は、マウスの嗅上皮を見てみよう。これがマウスの嗅上皮の模式図だね。こんな感じで脳に匂いの情報を送ってるんだ。へぇ、こう見ると人とマウスの嗅上皮って、かなり似てるんだね。そうそう、だからマウスの研究でわかったことが、そのまま人に応用できることは少なくないんだ。iPS 細胞も最初はマウスで作成されたんだよ。へぇ、でね、当時はマウスの嗅上皮って4つのゾーンがあるよね。ってことはわかってたんだけど、そのゾーンごとにどんな役割があるかは、わかってなかったんだ。この画像でいうゾーン1から4のとこだね。このゾーンの機能を調べたかったんだ。あ、じゃああれじゃない？遺伝子をぶっ壊す。ってやったの？残念ながら今回は、生物学で最も一般的なアプローチである、遺伝子を壊すことはできなかったんだ。なんで？それは、この嗅上皮には約1000種の、遺伝子が関わっていたからなんだ。1000種？ゲノム編集という技術が開発される前、遺伝子を一つ壊したマウスを作るには、半年から数年かかっていたんだ。それを選手は、無理でしょ？じゃあどうやってその問題を解決したかっていうと、ゾーン1にだけ存在する遺伝子に対して、ジフテリア毒素の遺伝子をつなげたんだ。ジフテリア毒素の遺伝子を、つなげた？どういうこと？まず、ジフテリア毒素について説明するね。ジフテリア毒素については簡単で、細胞内にジフテリア毒素が入り込むと、その細胞は死んでしまう。名前からして毒だもんね。でもなんかジフテリアって聞いたことある気がする。昔、日本だと年間8万人を超える患者がいたからね。ジフテリアは致死率が約 10% という恐ろしい感染症なんだ。致死率 10% って怖すぎない？怖すぎるよね。だから今でも日本人は、生後すぐに3子混合とか4子混合として、ジフテリアのワクチンを打ってるよ。そうなんだ。ちなみに、世界で初めてジフテリアの治療法を発表したのは、ベーリング博士と北里柴三郎博士で、ベーリング博士はその功績で、1904年の第1回ノーベル生理学、医学賞を受賞しているよ。あれ？北里博士は？なぜ北里博士が受賞していないのか、あまり定かではないんだけど、ベーリング博士が次に出した論文に対して、ノーベル賞を受賞したとか、当時、ドイツ医学界が圧倒的な発言権を持っていたから、ドイツ人だったベーリング博士が受賞したとも言われているよ。もし受賞してたら日本人初の受賞だったんじゃない？そうそう。日本人初めてのノーベル賞受賞は、1947年の湯川秀樹博士。そして、初めてのノーベル生理学、医学賞は、
1987年に利根川進博士の抗体に関する研究なんだ。もし北里博士が取れてたら、確かにそれは栄誉なことだけど、それぐらい重要な研究をしてたってことだからね。確かに。じゃあちょっと話を戻すね。だいぶ脱線したからね。へへへ。どんな話だったっていうと、ジフテリア毒素を使って、球状皮のゾーン1を、まるっと壊してみようって話だったね。あ、そうそう。ゾーン1にだけ存在している遺伝子と、ジフテリア毒素を作る遺伝子をつなげることで、ゾーン1を丸ごと壊すことができるんだ。そんなことできるの？できるよ。遺伝子組み換えって、遺伝子を壊すだけじゃなくって、遺伝子を入れることもできるんだ。ちなみに遺伝子っていうのは生物の体を構成するパーツで、人だと約2万種、マウスだと約2万2000種だね。ゾーン1にある遺伝子の一つを毒に変えたってこと？厳密には少し違うんだけど、そんな感じ。そうすることでゾーン1領域を一度に壊すことができるんだ。選手の遺伝子を壊すのはちょっと無理だからね。確かに。このジフテリア毒素をつなげる方法は、T-REC 法と言うんだけど、開発したのは奈良先端大の河野健二教授なんだ。へぇ、そうなんだ。そしていよいよ、T-REC 法を用いて、マウスの球状皮のゾーン1周辺を取り除いたわけだけど、どうなったと思う？猫を怖がらなくなったんじゃないの？実は2年間の間、何もわからなかったんだ。え？そんなことある？実はこのマウス、匂いも普通に嗅げてたし、普通のマウスと比べて、何の変化も見られなかったんだ。研究者も、何の変化もないとがっかりしたらしいよ。え？じゃあなんで猫を怖がらないってわかったの？プロピオン酸という、マウスが嫌がる薬品を使った実験をしている時に、このマウスはロイロイ近づいてきたんだ。あれ？なんか変だぞ？ってなったの？そう、ただ、なんか変なマウス、とはなったけど、匂いを嗅げてないだけじゃないか？とも考えられたんだ。あ、そもそも実験が失敗してたんじゃないのっていう？そうそう。けど、もう一つの可能性も考えた。それは、匂いの意味がわからなくなってるんじゃないか？ってことだ。匂いの意味？そう、匂い自体は嗅げるけど、その匂いが危険を知らせる匂いなのか？など、匂いの意味がわからなくなってるってことだね。なので、これを証明するため、マウスに苦手な匂いを嗅がせた時に、どれぐらい、短時間で逃げるか？という実験を行ったんだ。その実験、どうなったの？実際の実験結果を紹介するね。例えば、スネの肛門から出る TMT という匂いがある。これを普通のマウスに嗅がせると、やべ、逃げろ、となって一瞬で逃げる。この写真だと TMT から逃げてるのがわかるよね？あ、ほんとだ。確かに自然界だと、マウスはキツネに出会ったら、速攻で逃げないとパクって食べられちゃうもんね。そう、だから一目散に逃げないといけないんだ。でもこっちのマウスは、何の匂いかな？って、悠長に匂いを嗅いでいる。え？もしかしてこの子が、そう、この子が恐怖を感じないマウスなんだ。このマウス、キツネの匂いだけじゃなくって、腐った食べ物の匂いや、刺激臭からも逃げないんだ。でも、自分の好きな食べ物の匂いには寄っていく。なんか可愛く思えてきた。そして、それまでは化学物質での実験だったけど、実際の動物とも対面させることにした。それが、この動画のタイトルでもある、猫だ。え、その実験、本当にやったの？やった。普通のマウスなら、一目散に逃げるはずなんだ。だって、逃げないとやられるでしょ？そうなんだよね。その時の様子がこれ。あれ？なんか仲良くない？そう見えるよね。他にもこんな写真や、こんな写真があるよ。このマウスは、鳴き声を聞くまで、猫のことを怖がらなかったんだ。鳴き声は怖がったの？音に対する恐怖心は残ったままだからね。あ、そっか。それにしても、マウスと猫が仲良くしてるって珍しいね。でしょ？だから日本だけじゃなくって他の国からも多数の取材が来たんだ。イギリスの BBC やフランスの国営放送、カタールのアルジャジーラでも放送されたんだ。リアルなトムとジェリーだもんね。あ、そういう紹介もされたみたいだよ。やっぱりそうなんだ。でも、この猫はなんでマウスを噛んだりしないの？猫も遺伝子を組み換えてるの？実は、とびきりおとなしい猫を選んだんだ。え、それだけ？20匹以上の猫をテストしたし、撮影当日も、もし噛んだらいつでも引き離せるように、構えてたらしい。撮るのも大変だね。本当に。ん？そういえば、この研究で何がわかったの？マウスと猫が仲良くしているのは可愛かったけど、ついマウスと猫が可愛かった、で終わりたくなるよね。でもこの研究は、マウスと猫が可愛かったからだけで、世界中から注目されたわけではないんだ。少しはその要素あるんだ。多分ね、この研究で分かったことで最もわかりやすい結果は、恐怖は生まれながらに備わっているということだ。
それまで、マウスが猫を怖がるのって、実際に猫と会って、怖い経験をしたからなのかな？で、漠然と考えられていた。あ、そうなんだ。でも今回の実験で初めて、猫に対する恐怖は、生まれつき、ということが明確になったんだ。猫のことが好きになったわけじゃないの？一度、猫に引っかかれたりして、恐怖を学習したら、もう猫のことを嫌いになると思うよ。え、そんなことがあったの？ないない。猫には噛まれたり引っかかれたりはしてないから安心して。ならよかった。特定の匂いを嗅がせた後に痛みを与えると、その匂いを避けるようになっただけだから。なるほど。そして、もう一つ重要なことは、恐怖ってすごく重要だってことだ。ん？どういうこと？だって、もし現実世界に、恐怖を感じないマウスがいたら、どうなると思う？あ、すぐに猫とかキツネに食べられちゃう気がする。そうなんだよね。だからこそ、天敵と出会った時に、恐怖を感じる、というのはめちゃくちゃ大事なんだ。確かに自然界だと大事だと思うけど、人の場合だとそんなに重要じゃないんじゃない？って思うでしょ？実は人でも、警戒心を抱かないという病気がある。この病気の人は誰にも警戒せずに、誰に対しても優しいという特徴があるんだ。なんかいいことのようにしか聞こえないけど、例えば、マリサは濃いサングラスとマスクをした。怪しい人にも近づく？いや、さすがに怖いでしょ。もしかしてその病気の人の場合だと？そう、気にせずに仲良くなろうとするらしい。だから、誘拐されたりするリスクも高いんだ。警戒心とか恐怖心って大事なんだね。ちょっとだけ脱線するけど、生まれつき目の見えない人ってどんな表情をすると思う？え？別に目が見える人と変わらないんじゃない？そうそう。でも不思議じゃない？人の表情を見たこともないのに。確かに、言われてみれば、実は人にとって、表情も本能の一つだと言われているんだ。だから、目が見えなくて他の人の表情を、学ぶことが不可能な人でも、同じ表情をするんだ。そうなんだ。ちなみに表情が、世界共通だってことは、1872年にダーウィンが、人及び動物の表情についてという本を出してたりもする。でもなんで、わざわざ人には表情が必要なの？例えばピエロに対するこんな実験がある。ピエロを怖がる人に対して、なぜピエロが怖いんですか？と聞いたところ、最も多くの回答は、感情が読み取れないから、だった。人は表情で相手の感情を見ているってこと？多分ね、中の人も、新橋で仮面女子という仮面をかぶったアイドルが、チラシを巻いているのを見つけて、ロイロイ近づいていったけど、1.5 メートルぐらいのところで、なんか怖、と思って、引き返したらしいよ。え？こんなに可愛いのに？仮面をしてて顔は見えなかったからね。そこで初めて表情が見えないって怖いんだ、って、実感したらしい。ふん。さて、話を戻すね。あれ？猫を怖がらないマウスの話は、もう終わったんじゃないの？そう思うでしょ。実はまだ続きがあるんだ。救助費の研究をしていたのは、当時は東大に在籍し、現在は関西医科大の小早川玲子教授と、小早川光純教授なんだけど、今、小早川博士たちが行っている研究は、恐怖で治す薬の開発と人工冬眠なんだよ。え？どういうこと？ちょっと聞いただけだと意味がわからないよね。でもこれ、緊急医療の現場に使える可能性があるんだよ。緊急医療の現場で、使える？次の章では、恐怖が人に応用できないか？という研究について紹介するよ。恐怖を人に利用するってどういうこと？意味がわからないよね。恐怖を感じた時って、背筋が凍るって表現するよね。するする。その感覚を利用するってことなんだ。ますます意味がわからない。じゃあ実際に、マウスに恐怖を与えてみたらどうなるかを、紹介するね。匂い刺激によって、マウスに恐怖を与えると、マウスの温度はこう変化するんだ。これは、全身の温度がみるみる下がっているってこと？特にお尻から背中の温度が下がってる？そうそう。まさに背筋が凍った状態になってるよね。実は小早川博士たちは、恐怖を感じないマウスの研究の後、もっと恐怖を引き出すような化学薬品がないかな？を研究したんだ。以前の研究だと、キツネの肛門から分泌される匂いを使ってたよね？そうそう。その匂いよりも、もっと恐怖を感じる匂いはないかな？を、探して見つけたのが、チアゾリン類匂い分子なんだ。この匂いを嗅いだマウスは、スタッと動かなくなる。そして体の体温がどんどんと下がっていくんだ。文字通り、背筋が凍る匂いなのね。でも、マウスが恐怖を覚える匂いが何の役に立つの？そう思うよね。まず一つわかりやすいのが、ネズミよけの薬品としてだね。
ああ、確かに使えそう。ネズミに入ってきて欲しくない場所に巻いておけば、ネズミはあまりの恐怖に入ってこれない。ただこの薬品は、すぐ蒸発してしまうらしいので、まだ商品化には至ってないみたいだね。ネズミからすると商品化して欲しくないだろうね。間違いない。ちなみにこの化学物質は蚊にも効くらしいよ。それはマジで早く製品化してほしい。でもなんで恐怖を感じると動けなくなるの？気になるよね。動かなくなる、つまり、死んだふり状態なんだけど。なぜ、死んだふり状態になるのか？死んだふりのメリットは何なのか？は、実は全然わかってないんだ。あ、そうなの？死んだふりは昆虫とか動物にも、広く見られる現象で、昆虫だと、死んだふりをした方が生存確率は高い、という研究もある。でも、明確な理由はまだわかってないんだよ。死んだふりをした方が生き延びられるって謎だね。ほんと、なんでなんだろうね。そしてここから、もっと意味のわからないことを紹介するね。それは、恐怖臭を使った人工冬眠だ。マジで意味がわからないね。そう思うでしょ？でもこれ、医療に応用ができるんだ。え？どういうこと？例えば、心臓が止まったらなんで人は、生きていけないんだと思う？そりゃ、体中に酸素が行き渡らないからじゃないの？そうそう、体って常に酸素が必要だよね。特に脳なんて5分間酸素が足りなくなるだけで、脳細胞が次々に死んでしまうんだ。ほんと血液の循環って大事なんだね。だから心臓マッサージって、心臓のリズムを戻すためじゃなく、全身に血液を送るためにやるんだ。なんか聞いたことがある気がする。酸素が足りなくなると体の細胞は死んでしまう。これは、酸素の供給が止まってるにもかかわらず、体の各細胞が酸素を使っているからだよね。そりゃね、使う酸素量なんて急に減らせないし。そこで使うのが、人工冬眠なんだ。は？どういうこと？マウスは、冬眠状態になると酸素の必要量が極端に下がって、通常は生きていられない低酸素環境でも生きていられる。あ、冬眠中はあまり酸素を使わないって感じ？そうそう、酸素を使わないし、体温も下がる。体温を維持することって、結構エネルギーを使うんだ。それが医療とどう関係があるの？例えば、心臓が止まってしまった人を冬眠状態にできれば、全身の酸素使用量を減らすことで、脳細胞へのダメージを減らすことができる。え、そんなことできるの？これはマウスの血流が30分止まった時の実験結果で、青の矢印が脳梗塞が起こった場所を示しているんだ。右側のマウスにはあまり脳梗塞が起こってないね。右側のマウスには恐怖臭を嗅がせただけだけど、大幅に脳へのダメージを軽減できた。すごいね。小早川博士も、救急車で運ばれている時に、匂い刺激で助けられるようになれば、革命的だと思う、と NHK の取材で答えているよ。え、じゃあこれってもう実用化されそうなの？それに関しては、まだ具体的ではなさそうだね。ただ、感触としては悪くはなさそうとのことなので、AED と恐怖臭が並んでいる未来や、酸素ボンベに恐怖臭が入っている未来もあるかもしれないね。人工冬眠とか意味わからん、とか言っちゃって、すみませんって思えてきたわ。まさか、そう繋がるとは思わないよね。人工冬眠って、宇宙旅行する未来で使うものだと思ってたから、そうやって応用できるんだ、ってびっくりしたよ。一見、何の役に立つかわからない研究も大事なんだね。そうそう、一見何の役に立つかわからない研究を、基礎研究って言うんだけど、こんな風に繋がることも多いから、本当に大事なんだよね。そんなもんなんだ。ただ、人工冬眠なんて SF チックな研究を、他にやってる人はいないでしょ？いやいや、もう一件あるよ。え、嘘でしょ？しかも、これも日本で研究されているんだ。え、なんで？なんでなんだろうね。リーダーを務めるのは、理化学研究所の砂川博士。もともと砂川博士は小児科医だったんだけど、何度も悔しい思いをしてきた中で、キツネザルの冬眠に関する論文を見たことがきっかけで、人も冬眠状態、つまり省エネ状態になれれば、救える命があるんじゃないか？ということで、人工冬眠の研究を始めたんだ。そう聞くと、なんだか胸熱だね。SF とか言ってごめんって気持ちになってきたよ。ま、許してやるよ。何様だ。そして砂川博士の研究も、基礎研究がきっかけで、大きく前進することになる。それがIISS の桜井博士の発見した嗅神経なんだ。嗅神経？もともとマウスって冬眠しない動物なんだけど、嗅神経を刺激すると途端に冬眠状態になってしまう。これが実際に冬眠している状態だ。かわいいね。でもこれ、寝てるだけじゃないの？そう思うでしょ。これが実際のデータなんだけど、冬眠状態になると、通常は37度ぐらいの体温は、20度前半まで下がるし、酸素消費量も大きく下がるんだ。ほんとだ、全然違う。桜井博士は別の研究をしている時に、あれ？
マウスが動かなくなっちゃった。この状態って冬眠に似ているけど、マウスの体内で何が起こっているんだろう。砂川博士に聞いてみよう。と、すでに冬眠状態について測定ができる環境を整えていた。砂川博士と一緒に研究を開始したんだ。この機構ってマウスだけにあるわけではないの？実は、マウスの10倍ぐらいの大きさのモルモットでも、研究成果が出ているよ。でも人には効かないんじゃない？冬眠しないんだし、人が冬眠してたって言ったら？え、ほんと？厳密には人ではなく、絶滅したホモ、ハイデルベルゲンシス。なんだけど、冬眠してた可能性が指摘されているよ。なんでわかったの？冬眠する生き物の特徴がいくつも見られたんだけど、中でも、骨の層が見つかったことが決め手となったんだ。なんで骨に層があると冬眠していたってことになるの？例えば人は一定速度で成長するので、骨の層はできない。でも、冬眠するたびに成長が止まると、それが層になるんだ。木でいう年輪みたいな感じ？まさにそんな感じだね。だから人でも冬眠する能力があるんじゃないか？って期待されているんだ。じゃあ近い将来、人工冬眠ができるようになっても、不思議じゃないんだね。もちろん、まだまだ基礎研究の段階なので、実用化されるには、かなりの年月が必要だよ。砂川博士は、まずは数時間、数日単位からの、冬眠の実現を目指して研究しているんだって。もし数年単位の冬眠が可能になったら宇宙旅行とかも、夢じゃないのかもしれないね。さすがにまだ実感が湧かないね。同じく、ただ、恐怖臭が医療を応用できて、短い間だけでも、省エネ状態にできたら、救急医療の現場は少し変わるかもしれない。そうなったら個人的にはすごく嬉しいなぁ、と思う。もし実用化されたら、この動画を思い出してください。さて、今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。まさか恐怖を失ったマウスが猫と仲良くしてるなんて、思いもしなかったよ。でしょ、かわいいよね。ちなみに、人をあまり怖がらないマウスを、12世代ぐらい掛け合わせると人懐っこくなったらしいけど、猫が相手だったらどうなんだろうね。わからないけど、仲良くならなくていいんじゃない？絶対生き残れないから、かわいそうすぎない？間違いない。さて、これからも世界で最先端の生命科学だったり、面白い生物学について、できるだけわかりやすくお伝えしますので、今回の動画が面白かったよ、という方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。また、ここが面白かった、とか知らなかった、とか、コメントいただけたら、めちゃくちゃ励みになります。あと、いつも高評価をしていただけるのも、めっちゃ嬉しいです。それではご視聴、ありがとうございました。